沢さん、はいはい、マサ社長の10億円のポートフォリオ徹底公開よっすごいね、はい、えぐったテーマですけどねもう全部教えてください。これまでにやってきた資産運用とか、あと僕の場合もちょっと実業家なんで、その事業とかも含めて何をもって数字するのみたいな、まあ、10億なのか20億なのか、まあ、表現しがたいのはあるんですけど、まあ、ただやってきたことのポートフォリオは皆さんにちょっとこの後説明せっかくのさせてもらったら、何がやっぱりこう有効かで、まあ、失敗したものもめちゃめちゃあるんで、その辺はもう除外しつつ、やっぱりこの辺が再現性ある資産運用ですよね。こういうの僕ポートフォリオ作ってます。であとは事業も結構僕多くやっているので、そのあたりもちょっとお話ししながら、最初どういう一手を打てばいいかっていうところをお話しねできれば参考になるかなと思うんで、ちょっと説明してみようかなと思います。でまずポートフォリオとして大きくて軸にあるのが不動産なんですよ。でこの不動産は一棟もののアパートマンション、あとまあ区分マンションもやってきてますけど、あとシェアハウスかとかもいろいろやってきて、で中古で買ってるものもあれば土地から新築してるものもどっちもあって、で最近は土地から新築にかなりシフトしてるんですけど、まあ、この物件たちだけでもこれまで借りてきた不動産の融資額はもう10億は当然超えていて、不動産まず買ってきてますと。でこれで毎月のキャッシュフローを取ります。でこのキャッシュフローが積み上がっていくことで自己資金が貯まるっていうのと、あといつも言ってますけど、どこかのタイミングで売却を絡めることで数百万とか数千万の大きなキャピタルゲイン、売却利益を取るっていうのでポートフォリオを作っています。まずこれがまあ軸にありまして、この辺を皆さんにねご相談もたくさんいただいてサポートもさせてもらってますよと。で不動産投資を皮切りに資産運用をめちゃくちゃやってきてるんですね。で例えば皆さんもやってらっしゃると思うんですけど、株式投資10年ぐらい株式投資もずっとやっていて、で長期保有で、まあ、成長するだろう銘柄をずっと持つっていう投資もやってますし、逆に数週間とか数ヶ月で終えていくスイングっていうトレード、こういったもので売買するっていうのも結構得意で、チャートを見て売ったり空売りしたり買ったりっていうのをやる場合はですね、こういうのも実は結構やってて、例えばまあ500万ぐらい買って 10% 上がって利確したら50万利益とかね、こういうようなトレードも結構細かくやったりもしてて、あと株と同じようにFX もやってます。で FX は為替なんでドル円とかポンドユーロとかね、この通貨ペアの売買で同じくチャートを見て売買するっていう方に結構特化してまして、株も FX もファンダメンタルズっていうこの情報とか四季報とか大統領の発言とか日銀の方針とかじゃなくて、チャートを見て売買するっていうのは結構得意で、為替についてもねそういったテクニカルトレードもやってますし、あとはまあ皆さんにすぐやってもらうわけじゃないけど自動売買っていうのもねかなり研究していて、150種類ぐらいかな自動売買の仕組みをテストで走らせて、それも最近ちょっと順調なんですけどね、そういうのやったりとかもしてます。まあトレード系ですよね。であと令和の富裕層研究所で、よく取り上げる暗号資産、仮想通貨ね、これは皆さんにもうやった方がいいってずっと言ってますけど、まあ、この収録時点もねだいぶ下げてきてくれてて、チャンスなんですけど、ビットコインとかイーサリアムですね、こういったものをデジタルアセットとして持つ。これなんでやるかっていうと、日本とかアメリカが発行する円とかドル、国が発行する通貨ですよね、こう通貨にリスクがあるっていう考え方も一応持ってるわけです。国が発行する通貨の信頼度安全性ももちろんあるんで、こちらもちゃんと投資するんですけど、デジタルアセット、特にビットコインとかイーサリアムとかはブロックチェーンという、ね、技術の中で、まあ、一応信用を担保されて捏造改ざんされにくい技術があって、で非中央集権なんですね。国家とか金融機関とかが真ん中に介在する中央集権じゃなくて、それぞれが売ったり買ったり直接できる非中央集権のP2P の仕組みの中でこのデジタルアセットへの投資ができるので、まあ、これはかなり僕もポートフォリオとしてはでかくて投資していて、1ビット30万円ぐらいの時から2017年からね買っているので、今それが1ビット皆さん見ていただく時の価格はまだ読めませんがね、700万から1000万ぐらいを、ね、こ うろちょろしている今時ですけど、20倍30倍になっているような状況なので、まあ、仮想通貨も結構ポートフォリオとしては大きいですし、まあ、皆さんも余剰資金でねポートフォリオを持っていただいてもいいんじゃないかなと思ってます。でもう一個が外貨なんですよ。これはさっき言った通り日本円以外のドルとかその他いろいろな外国の通貨ありますけど、こういったものをポートフォリオに持っているっていうのもあって、これはもう積み立てしてますね。毎月決まった金額でドルとか、まあ、あと香港ドルとか
いろんな通貨に積み立てしていくっていうのはもう12年ぐらいかなやってますね。でこれは何やってるかっていうと円安に備えてるわけですよ。で日本の円が円安になる、まあ今円高になってきてるタイミングでこれ今収録してますけど140円台ですけどね、160円まで円安に触れてきて、それから、ね、140円台まで円高にこう触れてきてるんですけど、まあでも少子化が止まらない限りは、まあ、国力がね落ちていくので、やはり、円安になっていくだろうなと、日本の円が弱くなっていくかなって長期的にはまあ考察しているので、まあ、その一応リスクに備えて日本円だけじゃなくて外貨を持つっていうこともねずっとやってきてますね。そして、皆さんもやっておられるであろうNISA や新NISA、ね、投資信託ですね。こういうのも当然ポートフォリオには一応入れていますね。で毎月積み立てていって、でこれまあ日本円でやってるものと外貨でやってるものがあるんですけどね、投資信託で、まあ、皆さんご存知 S&P500、ね、オールカントリーとかインドの新興の積み立てとか、ね、いろんな商品ありますけどね、まあでもこれは7月8月前半で大暴落した時に結構ね積み立て始めた人がボーンってマイナス食らったりするんで、結構洗礼を浴びたんじゃないかなと思いますけどね。でも逆に言うと下がっても上がってもやめないで積み立てするっていうね、ドルコスト平均が重要なのがこの積み立て投資のね、新NISAを使った積み立て投資ですから、まあ、そういう意味ではやめることは絶対禁じ手ですよね。ただコツコツ続けて積み立てしていくっていうのもやってますね。であと積み立て系でもう一個やってるのがゴールドですよね。ゴールドも、どうでしょうね、もう結構長年やってますがすごい上がったんですよね、この 1,2 年で。だからやっぱり積み立てている金の評価額はめちゃくちゃ上がってくれていて、でゴールドはまあ世界が認める資産ですからね、ビットコインとかはデジタルゴールドって言われますけど、まだまだねデジタルゴールドって言われながらもゴールドとは違うものってね思われてるぐらい、金っていうのはまだ圧倒的に世界でこう認められている資産ですよね、現物資産で。これに皆さん投資するっていうのもすごく底堅いと思いますよね。まあやっぱりでも現金のデジタル版がビットコインだからね、そういう意味でやっぱ暗号資産もね同じように投資していくっていうのがいいのかなっていうふうに思いますね。であとはこれも何度か動画で取り上げましたけど、海外保険もねやってますね。日本の生命保険よりもよりいい条件で海外で保険が積み立てできるよっていう仕組みがありまして、まあ、積み立てていく保険と一気にドンって一気にかけるような保険どっちもありますけど、何かあった時のね保険金がすごく大きかったり、他の家族にも承継できる名義変更できる保険とかあって、すごい資産が増えるんですね、これ長年運用すると毎年運用してくれる仕組みなんで。だからまあ新NISAとかと感覚似てますけどね、別に非課税じゃないですけど、まあ、でも海外でこうね保険やるとかこんなこともやったり、まあ、今パーって言っただけでもどうですかこれ 1,2,3,4,5,6,7,8 個ぐらい言ってますけど、ね、こういうのが普通に資産運用だけでもやってます。他にもちょっとありますけどね、でもやってると。で、まあ、ここからちょっと令和の富裕層研究所のカラーですけども、私自身何やってるかっていうと、こういった資産運用をベースに基軸に事業もかなりやってるんですよね。でもちろん皆さんが簡単にねポンポン事業やるっていうのは難しいのは分かっているんですけど、まあでもこういうことをやってるから、まあ、逆にこれが資産運用のスキームと連結できたりとかね、そういうこともあるので、まあ、ちょっといくつかやってる事業も話しておくと、まず不動産投資家なので自分が物件探したり土地探しているので宅建業をやってます。不動産仲介業ね、不動産売買の仲介業、これもねもう4年ぐらい宅建業やってて、まあ、皆さんにご相談いただいたら高利回りのアパートマンションとかご提案したりとか、土地から新築のコンサルしたりとかっていうのもやってます。あとは資産運用を学んでいただくためのスクールも経営してまして、これも8年目に突入して、不動産はもちろんね今日言ったような資産運用全部学べるようなスクールもやってたりとか、あと車関係の事業もやってます。レンタカー事業とか、あとカーリースの事業、旅行客の方に貸すレンタカーとか、あとは商用車の月額定額制のカーリースの事業、こういったものもね実は、もうすでに500台以上やってますね。であと経過物事業になってます。物を運ぶ、これはもう荷主さんからお仕事を受けてドライバーさん採用してドライバーさんに物を運んでいただくっていう経過物事業も、もう3年以上やってたりとか、であとは民泊の事業が始まりましたね。この間ねちょっと動画をお送りしましたけど、まあこれは不動産投資の一環ですけどね、不動産事業の一環で民泊事業、これはインバウンドを捉える外国人向けの宿泊事業としてやってますよねというのとか、であと今後ちょっと予定してるのは民
民泊と似てますけど、あのホテルの事業ですね。これはあのホテルを土地から新築で建築するとか、そういったところを仕込んで、外国人の方もちろん日本人の方も向けて、あの宿泊の需要を捉えるようなホテル事業をやるというのも今後予定をしてたりとか、まあ、このあたりも今ずっと回しているというか、事業として運用してますと。なんで、まあね、いきなり全部皆さんやりましょうってわけじゃ全くないんですけど、あのこういうふうに自分たちで資産運用と事業のポートフォリオは作ってきてるっていうような感じなんですよね。でその全部をあのぐるぐる回してたら、かなりの規模でやれるようになってきたなっていうことです。で、まあ、ここまでちょっといろんな話しましたけど、興味ないものも別にあると思いますけどね、まあ、何が言いたいかというと、やっぱりいろいろやってて一番難易度も低いし底堅くてお金が増えるの何かっていうと、やっぱり、ね、不動産なんですよ。で不動産の賃貸事業を根幹でやってることが全ての始まりなんですよね、私にとって。なのでやはりこのレアルフルスト研究所って、あの不動産投資をね主にねメインテーマでこうお話ししてますけど、皆さんにやっぱりね不動産投資から始めてもらうのがあのいいよなって思ってますね。で不動産投資始められる方にはもう仕込んでいただいて、で空室埋めたらやることあんまりないんですよ、不動産投資って。家賃受け取るだけなんで、そしたら時間浮くんで、そしたら例えば株やってみよう、ビットコイン買ってみよう、なんか事業やってみようっていう風に次のステップにトライすることもできますから、そういう意味でもね不動産投資ってあの手がかからないんでね、複数の事業を作る皮切りに不動産投資やるっていうのはめちゃくちゃあのいいなって思いますよ。で毎月家賃収入が経済的にも支えてくれるし、売却をした時に一気にお金増えますからね、それを使ってまた別の事業に投資したりとかね、こんなこともできます。ちなみに僕は自分が作った事業に投資できる仕組みなんかもいくつか蘇生したりもしてるんでね、このあたりはあの LINE 登録いただいたらね細かくご説明してますけど、まあ、それをやるやらない置いといても、なんといっても皆さんにはまず不動産投資からポートフォリオの組み立てを、ね、検討してほしいなと思ってますね。で不動産投資から始めれば後でいろいろ選択肢が増えていきますから、5年視野自己資金によりますけど、基本的にはね一等物の不動産投資からまず始めていただき、その後にねいろいろな資産運用や事業の展開っていうのは可能ですし、まあ、そのあたり僕かなり得意なので、何なりとその辺ご相談いただければと思います。ですのでね、まず不動産投資やってみたいなとかね、あとは不動産投資は始まってて、だいぶあのいろいろ他にも資金が使えるようになったけど、マスター他に何かありませんかみたいな方は、あの LINE 登録いただきましたら、そういった全てのご要望にですね、あのお答えできる今体制になってきていますので、何かね、新しく不動産買いたいとか、その他の事業とかね、資産運用やってみたいっていう方は、LINE 経由でですね、個別面談希望ですって面談希望いただければと思います。あとはあの毎月ですね、今勉強会やるようにしていってますので、今日話したようなね、あのお話がいろんなテーマで勉強会やっていきますので、スケジュールは LINE でお知らせします。ぜひあの LINE 登録いただいて、勉強会ね、ご検討いただきたいと思います。あと最後にあの、令和って漢字2文字、LINE にメッセージを送っていただきますと、概要欄に載っている4つの資産運用や不動産投資に関するレポートも差し上げてますので、令和と漢字2文字ね、送ってみてください。はい。ということでね、あの、一旦ちょっと最近やってることの話をしてみましたけど、やってみたいなって思っていただけたものが一つでもね、あれば、嬉しく思いますし、何かあればね、ぜひご相談いただければなと思います。はい。ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。